はい、どうもお疲れ様です。長渕剛さんのトンボ DVD 全部を見ることができました。全8話なんで、まあ、1本55分ぐらいの作品なんですけども、一気に見ることができましたね。まあ、今で言うとネットフリックスの5話とか6話で完結してしまうストーリーみたいなもんですかね。一気見するにはちょうどいいぐらいの時間でございました。ただやっぱりね、ちょっと消化不良というか、なんかこうもっともっとこの作品見ていたいなと思いました。ただやっぱり時代のなせる技か、このトンボって作品ね、かなりどぎつい表現が多いんでですね、まあ今放送コードに全然引っかかっちゃうでしょうね、きっとね。ただ小川英二というね、主人公を演じている長渕剛さんなんですけども、まさに小川英二ですよ、これは。で、今この令和の時代だからこそ小川英二が必要なんじゃないかなと思わせる、まあ、そんな小さいエピソードがね、ストーリーとはあんまり関係ないところにポンポンポンと落ちてるんですよ。例えば飲食店で騒がしい高校生が入ってきた時にね、思いやりみたいなエピソードがありましたりね。それからガードマンに、お前どっから来たんだ、東京もんじゃねえだろって1万円あげるところとか、ね、で常がね、出前を持ってきたなんか小坊主に、お前東京もんじゃねえだろって受け入れで言ったら、いや東京っすよみたいな感じでね、笑いが入っていたりとか、うん、あと食事のシーンとかね、部屋住みのワンシーンとか、それから植木ひとしさんも非常にいい役をしてますよね。まあ、あのぶっきらぼうな小川英二なんでね、普段何を考えてるのかよく分かりませんけども、でもそれだけにいろんなことを視聴者に考えさせる、まあ、そんな作品になってるのかなと思います。でね、このトンボって作品なんですけども、タイトルのトンボって一体どういうことなのかなと思って考えていたんですよ。まあ今ちょうど10月、秋の時期ですから、田んぼなどに行くとトンボが飛んでるところを目にすると思うんですけどもね、トンボってほら捕まえようとしてもなかなか捕まえられないじゃないですか。だからおそらくトンボってのはイコール幸せっていうものをね、イメージして付けられたタイトルじゃないかなと思うんですよ。掴もうと思ってもなかなか掴めない、でもそこにあるのははっきりわかる、あっちに飛んだりこっちに飛んだり、なかなか掴みどころのない、それが幸せなのかなと。で、考えてみたら長渕剛さんはこの作品の中でね、いろんなところにぶつかりながらその幸せってものを掴もうとしていたんではないかなと、それがトンボという作品になったんではなかろうかというふうに思うんですよね。余談なんですけども、私が高校生の時に女子高生コンクリート詰め殺人みたいなのが起きました。その時に、まあ、犯人の供述か情状酌量の一つの要件の中でね、被害者の女の子が最後に残したセリフが、長渕剛さんのトンボの最終回が見たかったなっていうところだったらしいんですよ。で、それを気に病んでかどうしてか、犯人グループの一人が最終回のビデオをコンクリートの中し込むときに、その女の子と一緒にね、埋めてやったみたいなところがね、ありましたけどもね。なるほどね、と。今思えば、そんなことがあったのか、と思うところでございます。まあしかし、この事件、すごいむごかったな、と思いますね。はい。じゃあ、その事件のことはまた別の機会に触れるとして、トンボの作品に戻りましょう。このトンボって作品なんですけども、実は続編に、エイジ再びってのがあるんですよね。で、私まだわかんないんですけども、エイジ再びっていう作品の後に、改めて、エイジっていう続編があったと聞いてます。実は DVD があるらしいんですけども、なかなか手に入りにくいんで、私メルカリで探してね、2800円で先ほど買いました。で、他の、このエイジっていう作品結構高いんですよ。だから、ウィストルとは手が出ないんですけども、2800円ならね、まあ買おうかなってところです。で、さらに、エイジ再びっていう作品は、YouTube で、なんか、違法アップロードしてるのがね、見れるそうなんで、そちらの方は当てにしようかなってところですね。はい。このトンボという作品の中で、いい味を出してるのが、弟分の、常ですね。射程の常。相川翔さんがやってるわけですけども、まだ新人っぽい初々しさの中に、大物の風格とね、
長渕剛さんとのベストコンビがもう描かれていて、早くも大物になる予感を感じさせてますね。というよりも大物になった相川翔さんを知っていた上でこの作品を見たからそう感じるのかもしれません。ちなみにこのトンボという作品がテレビでやっていた頃、私は高校生でした。で、その頃は見ていなかったんですよ。で、見ていなかったんですけども、やっぱりグレた仲間の間ではトンボという作品が毎週毎週話題になってましたね。その中で出てくるてっちゃんっていうのが、ね、いるんですけどね、石倉三郎さんですけど、若かったですね、まだね。石倉三郎、てっちゃん、私の名前も鉄郎なんでね、よくてっちゃんも出てるよねっていう風に言われたもんですよ。はい、ということで長渕剛さんのトンボ、いやーなんかむちゃくちゃ良かった、うん、なんかヤクザ作品に対して良かったっていうのも変ですけども、なんだかよくまとまっていて、この作品の後にやってくる平成不況、そして令和という時代の人のありようとか情けなさとかずるさってものを予感していたんじゃないかな、そんな作品に映りますね。はい、じゃあこちらメルカリでまだ7000円台8000円台でボックスを買うことができますんで、よろしかったらお楽しみください。それでは。